影日明けましてですね、久しぶりの撮影のわけですけれども、確かに、はい、あれだね。そうそう、僕とシャー君で、もうちょっとクラフトなしのワールドに残り、ちょっとだけ放置して、まあ、草とかはね、あの、時の経過がないと進まないから。放置して、こいつらに餌あげて、放置して、餌あげてってやってたら、いや、もうやってたら、ちなみにこれ入ったらね、抜け出すのこんなんで。これ、もう、いかに、あ、入っちゃった。何これ、あらがえない、バカ野郎。これ頑張って、頑張って真ん中の、スモール行け、これ乗って、飛びてこい。これ本当に地獄エースだ。地獄エース。それ出んのむずい。出んのむずい。やばこれ。いや、パンパンすぎるでしょ、マジで。あ、むずいな、これ。ちなみに、これ今、その羊がね、この限界集落になってまして、逆限界集落になってまして、これ以上人がね、もう、住めないんですよ。だからこれ、ここで増やすと死んじゃうんですよ、新しく生まれた羊。あっ、まあ、しゃあ、ダメージ食らうの食らうよ。食らってし、だから、餌あげると、たまにこんなか走ると、肉拾える。そうそう。肉と4位だ。マジで出なかった。それマジで出なかった。リアルの想像したらやばいんだけど。やばい、相当。あ、出ない、出ない。完全に出なかった。やばい。早く、ハイカット。このレースどっちかったの俺と。え、違う。あ、もうヒント、あ、中村の勝ち。圧勝？そもそもあれだよ、これさ、ここであるじゃん、こっから。こっからこっちに戻ってから。ああ、余裕みたいな。余裕のね、逆のね。余裕の。この辺で決着ついた気がする、確か。ああ、ここで切ってんじゃないの？これは、なるほど。確か。あ、この辺だったかな、覚えてない。この辺だったかもしれない。ただ、ちょ、皆さん、秘宝ですよ、これ。ちょっと一つ聞いてほしいんですけど。え？これ、草ここまで持ってきたじゃないですか。次、これを羊の下に敷くっていう。なんでこれ敷く前にこれやっちゃったの？先走りたらと。もはや、この壁の中全部に羊ばらまきんじゃないかっていうぐらい。っていうぐらい。やだ。羊良くない？え、いいじゃん。なんか楽しそうじゃない？やだよ、それ。結構わかるで。回収もしづらいし。え、でも、ここで僕が1個開けたらもう止める。あ、やばい。まあ、待ってよ。まあまあ、じゃあそれは置いといて、もう1個。放置した結果を見に行きますか。はい、行きましょう。じゃあ下に行きましょうか。もしかしてすごいよ、ほんとに。まさか。すごい。村人すごい増えてるよ。予想はできる。予想以上だと思うよ、絶対に。あ、入れない。あ、そうだ、そうだ。絶対に予想よりやばい、この量は。この量はやばい。おい絶対に予想できていない。こっちは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 心なしかニートが多い気がする。どうやこれ、え、ほんとにこれ半分くらい、こんな増えるえ、こんな増えるかさ、なんかやってない実は。ほんとにね、いや、放置するだけで増えるから、あの、ほんとに放置するから、ほら、子供流れてきたよ、二人こんな感じで流れてくるんだよ。生産スピードが速いね。一緒のさ、一緒のあれがいかに効率悪かったそれだ。確かにそれはある。だからこっからさ、村人を精査してさ、農民を上に連れてくっていうやつ。頑張って羊飼いだけ6匹生まれて、頑張って探し出して、そいつを押して。引き言うな、引き。6人、6体、6人。すごいね。前はいろいろと進化してるね。確かに。あ、だからこれもいいから進化してる。だからまあ、誰だ、誰だ。ああ、これもいいっすよ。ええ、ちょっと。ちょっとダメだ、言うも下がっちゃうよ。ママにとはいい。ああ、これすげえな。おい、ケンケンはダメだろ。ケンはダメだろ。しっかり、死んだ時、斧でやってる。やってる。いや、待って、これさ、待って、俺、ゴールに殺されない、俺ら。え？ああ、そうだよ。ああ、やばい、行こうとさるとゴールに殺されるよ。え、上行ったら？上行ってみようぜ。たぶん、しばかれたい。しばかれたい、俺も。なんで、お前ら、そのド M 発言してくれてんだよ。あ、わかんない。今、大丈夫そうじゃない？投げるからじゃないの君が。いや、殴ってないよ。ああ、ねえ、もう。やっぱじゃあ、村人投げてる。近づくな、じゃあ。めっちゃ気に入らねっつって。俺らが押せば、押せばだけ。怪我、怪我打ってないの、怪我打ってないの、こいつ。いや、やめて。ブレッカー、ブレッカー。悪かった、悪かった、うちのブレッカーが悪かったって。まあ、落ち着いてください。ブレッカーが悪かった。そのブレッカーが悪かったって。まあ、まずね、ちょっと今度、渡すんだけど。渡す？渡す？ちょっと作ったデータがありまして。データ？プレゼン資料。いや、
まあ、データは、資料ない。クラフトなしで手に入れられるかどうかチェックリストを作る。おお、すごいね。有能感あるね。有能感ある。いや、まあ、あの、10分の1ぐらいしか作ってないんだけど。それで、あの、みんなが絶対手に入らないと思ってたものが手に入ることが判明しました。なんだろう。なんだろう。なんだろうね。もうね、散々俺たちをね、苦しめてきたものだよ。ドア？え？何そんなのある？手に入るじゃん。松明？松明。違う。いや、手に入るじゃん。手に入ってる。全然あるだと思う。ゼロだと思ってた。あ、なるほど。なんだろう。そんな欲しい。そんな欲しいってもなくね。違うか。いや、それ手に入る。手に入るね。手に入る。いや、もう、あの、東大元暮らしってやつですよ。周りを見渡してみて。ちょっと考えようぜ、考えようぜ。クワ正解。クワ？本当に？いや、相性も俺の予感じゃないの？え？なんで知ってんの？うまいか？俺それ。はい、調べた。はい、終わった。ああ、もう。出てもさ、知らないふりしといてよ。すいません。知らないのテイク2。なんだろう、な、考えたなんだろうな、なんだ金時わかんじゃね、金時わかんじゃね、あら、それやお前が言ってんじゃねえかよ。キリア、ひょっとしてクワ？え、よくわかったな、クワ。クワか、マジでクワ。嘘だろ。じゃあ今、お前が前踏んだ畑はもう復活するのか。だから俺の罪はなかった。そんな、マジか。なるほど。じゃあ、そもそもあそこに村人製造機がある必要さはなかったのか。そう、この村全体が製造機になる。なるんだ。そうで、そのクワが、クワがですね、森の洋館にある。チェスト？本当かよ。確かに、動物園でなんか、ちょうどあった、俺、ダイヤのクワあった覚えあるわ。ダイヤのクワ出るの？やばいな、それ。あった気がする。森の洋館に、ああ、行くしかねえ。行こう。行ったとこ、待って、もういらなくね。まあ、確かにいらないじゃん。まあ、もうできちゃった。まあでも、もうちょっと効率を上げていく。まあまあまあ、待てかた。まあでも、あれよりも村人欲しい。村人いらないんだよね。ていうかさ、あの、まあやっぱ、普通にこの畑とか邪魔だしね。確かにな。それは確かに。それは、中を確かにリフォームする。確かに、そうやったら、やっぱさ、住みよさを求めてるわけじゃん。畑邪魔だな、別に壊したところで畑邪魔だな。結局何も作れねえな、これ。クワもさ、なんかどっかで手に入るよね。え？なんかでさ、森の洋館でしょ。森の洋館のテストであった。あ！キリアンが今、畑壊した。あー。違います。今のはファントムが悪いです。いや、それはキリアンです、全然。そんなこと言ったら、今まで壊したもん、全部キリパーが悪いですってなっちゃう。なんでファントムいんの？あー。もう一つちょっと実はやろうとしてたことがあったんだけどさ、そっちはいけるかもね。いやでもそれは別に発見とかじゃなくてただやろうと思ってただけなんだけど、なんかちょっとこれを見る限りそれはやる必要がないかもしれなくなってきた。というといやなんかさ、あの村人をさ、あそこに増やすためにさ、エレベーター作った方がいいかなって。あーあのついに言えるんだね。もういらんかもういらんかって感じ。でもさ、どうせならさ効率上げてさ、もうねやっぱ最高効率の修繕村人逆にもう出ないべきなんで。だからああまあさ修繕出す上では大事だね。効率上げるのは大事。いやむしろその多分エレベーター俺でシャケットあれ作業しながらも必要かなみたいな話をしてたし。ああな自ら試練に社会の荒波に揉まれていった。ああ、それマジで大変だからな。ちょっと壁越しで見えない。脱線しすぎなんだよな。はい。ごめんごめん。まあ、あの、最終決戦がさ、あの、最終決戦。ねえ、ちょっと、話聞いて。聞いてる。ああ、おい、なんで俺なんだよ。ごめん、間違えた。スマイル殴ろうとしたら、スイーピングエッジしちゃった。全員押したじゃん。なんか剣なんか微妙に弱いかなって思ってさ。あ、弱い確かに。鉄剣。ライデンが欲しいやん。欲しい。でなんかドラウンドトラップ作れたらありやなって思った。いい。ああ。アリバーにかけれる。そうそうそう。で一応ねごめん。お前何も悪いことしてない。キリア何にも悪いことしてないのに。ダメすぎだろ。で
うん、ドラウンドトラップがドラウンドってさゾンビ？いいよ全部ブルッてもう本当に今回ブルッてだお前はなんか言えよこれはすまいこれはすまいこれはすまいけないこれはすまいけない被害者一旦リセットしよう一旦リセット、うん、オッケーオッケーさーて次回のクラフトなしはですこんにちはあんまり大きな声では言えないのですが先日をしましたまあ一人でですね結局になってしまったんですけどその時僕が思ったのはでも本当はさて次回は大型巨人シャー君帰ろうか底なし沼の3本です次回もまた見てくださいねじゃんけんぽんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、Twitter のフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。